混雑していない図書館など人との距離が取れていて会話がほとんどない場合は必要ないとしました。一方で屋外であっても距離が取れずに会話をする場合や公共交通機関などの中では引き続きマスク着用を推奨するとしています。関心度1位、4630万円弁護士相談所の送金。山口県阿武町が誤って振り込んだ4630万円の一部から不法に利益を得たとして無職田口翔容疑者が逮捕された事件。弁護士によりますと田口容疑者は先月14日弁護士に相談した後も決済代行業者とみられる口座に振り込みを続けていました。当時口座には2000万円余りが残っていました。金は海外のネットカジノで使ったと見られています。バズったワードデイリーランキング。週末 SNS で話題になったニュースワードをランキング形式でご紹介します。月曜日は乃木坂46の梅澤美波さんです。おはようございます。おはようございます。梅ちゃん、なんか雰囲気今朝違いますね。あ、本当ですか。今日確かに前髪をいつも流してるんですけど、切りました。あ、やっぱり、はい、今日のスタジオで噂してましたよ。 ありがとうございます。さすがです。いやいやいや、いつまです。さあ、それでは高いな。いきましょう。まず1位ですが、日曜日の昼、福島県で震度5弱を観測する地震がありました。震源は茨城県沖でマグニチュード 6.0 でした。さあ、それでは2位、3位、4位とご覧いただきましょう。どうぞ。株式会社宝来、551の豚まんでございます。なんだ、健康ランド。